事が終わった、さあさあ早く飲みに行こう。連絡をくれた、いつもあの、はい、銀座 JWTV で番組を持ってるコージーコーナーのコージーさんね、はい、ありがとうございました、はい、メールもいただきまして、でもう一つお詫びは、はい、パソコン飛びました、ね、私がちょっと操作ミスった後に立ち上げ直そうと思ったら、まあ、いろいろね、ありますね、急曲げちゃって、うん、はい、そういうことでちょっと、はい、あとね、お客様から先ほどあのこんなね、その間にこういういろんなお土産をいただいてお土産いただいてね、はい、本当ありがとうございます。ありがとうございます。これを飲みながら私たちはやろうかという話、はい、そうそうそう、これは何だろう、山梨のお土産ですか、うん、はい、なんか早っうんとか言う、富士関節、うん、ね、はい、ちょっと飲みながらね、飲みながら、ね、飲み物は持ってこなかったから飲んじゃった、飲んじゃった、はい、さあ、今週のゲストはですね、はい、これで何回目でしょう、3回目ですね。1回目はちょっと猛省状態になってねあのオープニングの音が多分大きすぎて、うん、こう最適化された時に喋ってる声こんななんか本当に小さかったですね。そうそう、むちゃくちゃ小さくなっちゃって、はい、聞こえなかった、はい、申し訳ないことです。今日は大丈夫ですね。今日は大丈夫ですよ、はい、今日はありますよ、なんかお土産が。何ですか、うん、そう、私たちでね、はい、昨日行ってきたお店がありましてね、うもう企画に来るんだったらこれだろうって用意しましたよ、たこ焼き。あー、そうなんですか。そうなんですよ、ちょっとこれ明日が濡れちゃってるからちょっとね、はい、たこ焼き用意しましたよ、また ね今日もね、これはね、そんなじゃあちょっと寄っちゃったけど稲田包みで購入してきたたこ焼き、ちょっと寄っちゃってますね、うん、寄っちゃってるけど、あのね、うん、こっちが見えるかな、ね、そう柚子胡椒、胡椒七味、胡椒七味まあ、柚子七味味のやつね、うん、でこれはなんかそこの毎月なんか変わったやつを作るんだけど、なんか上半期のランキング1位かな、人気1位の商品だそうです、なので定番になってるそうです、うん、確か。で ここでこれは塩味、ゆっこちゃんが昨日食べて気に入った方のやつ、美味しかったです、はい、でそれを今回は半分マヨネーズ付き半分マヨネーズなしにしてもらってきました。ちょっと稲田包みでね、食べたんですよ。でそこのオーナーさん、店長さんがね、あの音楽をねやられてる方でね、今日ちょっと聞いたんだけど、音楽関係のマネージャーを昔やってた方だそうです、うん、そうですかなんかね、これも奇遇だからって言ってね、ね、何かの縁ってことで、ね、ゆうこちゃんちょっとあの見切れてるので少しこっちを、あ、すみませんね、はい、あのね、はい、でその人は今音楽学校の絡みとか、あとバンドとかの活動してたりとかする、うん、ちょっとね、うん、なんか縁ありますね、ね、そう、はい、ということで、お腹空いてるでしょ、めっちゃ空いてます、はい、はい、じゃあ食べようみんなね、食べていいですか、はい、感想を述べてね、はい、またベタな感想しか言わない、いいっすよ、ベタな感想で、うん、じゃあまずマヨネーズなしから、はい、唐辛子、七味味の、大丈夫です、七味味、うん、辛くないですか、辛いです、辛いですか、本当食べてみよう、うん、あの未成年だからね、あのなんかこう辛いの苦手かななんて勝手にも思ってただけで、辛いけど美味しいね、ゆこちゃんも、はい、はい、はい、感想は美味しい以外もないですか、美味しいですよ、あの、はい、なんか日本のもんとは思えないみたいな、うん、いや日本のもんですか、ね、メキシコさんみたいな、いやいや、でも柚子七味も粉もたこ焼きも何もかも日本のものですか、うん、でもなんかコラボした商品みたいなのね、あ、メキシカンハットかぶって、じゃあマヨネーズ付きもどうぞどうぞ、
大好きなんです。マヨラーですな。そうだよ、ゆうこちゃんそっちも食べてる。うん、やっぱり塩ですね。塩ですか。うん、じゃあ私もちょっと塩食べてみようかな。私はね、初めて食べたんですよ、あのたこ焼きの塩味。だいたいソースがかかってるじゃない、うん、なんかね、塩、あのマヨネーズがついてる塩ってなんかなかなか美味しいですよ。マヨネーズ、うん、カロリー高そうですけどね、まあ、塩分と油と、ね、うまっ、うんうんうん、すごい麻痺してますね。飲んじゃおうかな、うん、いい気分になったら。なんだろう、初めて食べた食感なんですよね。食感は初めてじゃないな、味でしょ、ね、味がね。びっくりしちゃった今、食感って言われた時にたこ焼き食ったことねえのかなって突っ込みたくなっちゃった。そうだね、それは食べたことありますよ。食感は一緒だ。でも東京にしかこういうのって売ってませんよね。そうね、そう、関西はもう定番の、うん、大粒たこ焼きっていう、うん、で関西がなんか揚げてる感じでしたっけ。美味しいです。ありがとう。そうでしたっけ。なんか油塗って、うん、油っこいなんかこう揚げてる感じのたこ焼きが関西だと思う。関西だね、うんうん、前にね、私住んでたところの近くで屋台で来てたたこ焼きが、うん、カリッカリで中がトロトロだった。それです、それです。ただあれはね、油じゃないの。あ、ですね、あのね、飴を入れてるの。水飴を入れてカリッカリにするんだって。お菓子みたい。そうそう、水飴が焦げるから周りがカリッカリになって、で中はあのトロトロのままに作れるとかするんだ。うん、それも美味しいよね、うん、すごく美味しくって、うん、もうね、毎日のように買って食べてたらね、あ、太ったんだね。たこ焼きってね、たこ焼きになっちゃった。たこ、あら感じありな、お前。そうですか。全種類食べた。全種食べました、うん、じゃあ、あの全種類食べたそうなので、そちらでもよかったらちょっと誰か取りに来てくれると嬉しいです。味見してください。お腹空いたでしょ。美味しいよ、多分。いやいや、美味しいです。美味しいですよ。はい、あの関東味です。なんだっけ、名前がふわっと、ふわっとっていうお店で、うん、あの稲田堤の、うん、あ、稲田堤の駅から何口でしたっけ、京王稲田堤の駅の何口かわかんないんだけど、うん、トイレがある方の階段降りてもらって、ごめん、トラちゃんちの最寄り駅だよね。そう、中海道寄りの出口を出ていただくと、うん、城下っていうバス停があるんですよ。でそのロータリーちょっと上がった右側で、本当にね、なんか最初の頃はすごい行列がいつもできてたんだけど、最近は行列ができてなくって、でも行列できてない理由が横側にね、座って食べられる場所ができた。最初はなかったんですよ。でそこで昨日はね、昼間からあのビールを飲みながらたこ焼きを食べて、はい、私が一度行って、そう、一度行ってみたかったんです。だってすごいよね、たこ焼き5個ついて、でビール1杯ついて、中生ね、500円。安くね、うんうん、ね、ついついね、うん、食べて飲んじゃいましたよね、うん、本当はあの稲田堤で歌の練習をする朝だったんですけどね、まあ、歌の練習から歌の練習、はい、うん、まあね、そういう、いや、お昼は食べようっすね、お昼は食べようっすね、うん、まあまあそうなんですけど、ご自宅が近いんです、うん、だったら、はい、なんかたこ焼きツアーみたいなのやったらいいんじゃないですか。でもツアーって言ってもそこしかないんだよ、うん、だからたこ焼きのために集まるツアー。あ、ね、水ドラミみたいな。水ドラミ、ね、でもそこね、入れるのがお客さん多分 5,6 人しか入れないよね、あそこね。まあそこはね、5名限定の、うん、5名限定、うん、で帰りに抽選1名様にドラミさんのお家に遊びに行けますみたいな、ね、あ、うちでも漏れなく義理の両親と旦那がついてくる。漏れなく。それでよければ。、うん、素晴らしいツアーだと思いますけど。もうなんか本当に限定のなんかこう抽選でじゃないと、なんかいけない感じ、ね、その限定一人当たった人外れた気分で、ね、来た。いやいや、そんなそんな。どうも、ね、まあそういうあのなんかそう、全然北くんが来たんだからさ、北くんが来たからね。すみません、まあ、今日はもういろいろと、はい、アピールさせていただきたくて、ね、今日は宣伝だけですよね。宣伝だけですよねって言い方する。いやいや、だって、じゃあ宣伝したら帰るってこと。うん、そんなことないですよ。だってね、もう言いたいことどんどん言ってほしいんですけど、うん、言いたいことは山ほどあるんですけど、山ほどあるんで、まずは宣伝、そう、宣伝させていただきたい、はい、じゃあ宣伝は、はい、じゃあどうぞ。全国ツアー始まってます、はい、おお。神戸と愛知終わって、うんうん、
で今週の日曜日に18日、はい、東京公演が、うん、開催される、はい、どうですか？お客さんですか、うん、お客さんの人数ですか？あ、まあ、あの今までやった雰囲気ですか？あの神戸公演は、うん、ジョブではあんまり満足できなかった、うん、でブログにちょっとねあのお詫びと反省を載せて、うん、で来てくださった方メールアドレスとか知ってくださってるのをお詫び入れて、うん、でもう一回ね、その反省をもとに一からやり直して、うん、愛知公演は頑張りました。うん、自分では満足できました。ってことは、東京はすごいことになるんだよね。そう、満足以上、今まで味わったことのない満足感を味わおうと、毎日必死に練習させていただいております。うんうん、すごい。でもね、うん、愛知公演がお客さん6人でした、うん、あ、10人でした10人か、でも10人か、うん、箱は50人そっかそっか、じゃあちょっと頑張れてね、うん、まあ集客ね、僕の一存でどうこうできるもんじゃないんでね、うん、あの例の保守的なクラシックの方からのあれがありますから、あれがあるんだよね。 そっか、じゃあぜひ東京の箱はどのぐらいの東京の箱も50と6、まあマックス60なんですけど、マックス60か、今あの嬉しいことに、はい、半分50のと半分以上埋まってまして、うん、じゃあね、ありがたいことに、ね、えことじゃないですか。ちょっともう一回見せちゃって、先生どうぞ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 ちょっとそこはお願いします、お願いします。面白い、お手手クリップみたいな。なんかね、どうぞって言われてもね、すいません、はい、北純介さん、はい、これは第1回トーク&ピアノリサイタル、そうです、インジャパンの、はい、このチラシもね、はい、ここでもおなじみですけども、はいはい、東京公演18日やらさせていただきます。18日ね、はい、はい、場所の方は渡辺音楽堂ベルネザールです。はい、最寄り駅は東京都足立区中央本町 4-12-5 なので、最寄り駅はですね、はい、ご飯の手がでなんて読むんですか、ご飯のかな、ご飯の、うん、か、梅島、はい、梅島駅だそうです。あ、なるほどね、だそうですっていうか、うん、そうです、うん、あの北千住からちょっと行ったところですね。そうです、そうです、そうです、うん、あの多分北千住がわからない人が多いかもしれないけど、あの、うん、北千住常磐線で、あの上野から出てます。そうなん、そう、上野から砦、ね、の方面に行く、電車の常磐線っていうのがあるんですけれども、うん、そこの北千住っていうのがあるんですね。もしくは日比谷線、うん、もう今回は踊りをテーマにさせていただいて、あ、そうなんですか、踊り、じゃあ踊りに行かなきゃ。そうですよ、うん、何の踊りでしょう。バレエとか。あ、バレエか。何だったら大丈夫だった。ヒップホップとかでもよろしいですよ。ヒップホップ踊れるってよく言ってるよね、ゆこちゃんね。ヒップホップっていうか、まあ、あ、そうなんですか、あの、なんちゃってヒップホップですよ。なんちゃってヒップホップっていうことは、ほら、ドラミちゃんがよく踊ってるヒップホップ。私は踊れないよ。うん、まあ、まだ残ってる、日本舞踊とか踊ってる、うん、まだ残ってる、残ってる、大丈夫ないんで、あ、残しておいてくださいって、ドラミちゃんね。じゃなくて、あの、ほら、ここの人にも少しちょっと味見をしてもらおうかと思って。一種類ずつでも食べて、あ、いいよいいよ、全然 OK です。あ、すいませんね、たこ焼きの話でした。はい、たこ焼きの話です。はい、はい、すいませんね、話腰折っちゃった。いえいえいえ、大丈夫ですよ、複雑骨折しても熱上がれるから、はい、大丈夫。はい、で、バレエとかね、メインがですね、はい、僕がオリジナル編曲させていただきました、うん、あのチャイコフスキーのくるみ割り人形、うん、もうバレエ音楽から半分ぐらい取って、バレエ音楽って、うん、わかりますか？はい、わかります。あの、バレエ見に行った時にしか聞けない音楽、うん、意味わかりますか？そうだ、そうです、そうです。バレエの、なんとかバレエ団のチケットを買って見に行った時だけにしか聞けない音楽です。はい、くまで組曲は演奏会用にした組、あの、いいとこ取りなんですけど、うんうんうん、バレエ音楽はそういうの で、その中からもう何個かでやらさせていただいておりまして、あのオーケストラを自分で聴いて楽譜なしです。うーん、全部自分で編曲してやらさせてもらう。すごいじゃないですか。だからすごいね、はい、迫力はオーケストラ以上あると思います。うん、そっか。
のでぜひお越しください。じゃあ日曜日予定が空いてる人で、交通費プラス2500円持ってる人はぜひ行ってください。はい、お願いします。はい、はい、お値段としては全然安い。そうですか、うん、だってピアノリサイタルって言ったらもっとねお値段が張る。張りますよね、困ります。これから有名になっちゃったらいけなくなるから今のうちだよね。うん、ただほらファーストっていうかね、うん、そうです、全国プロデビューを、ね、今年の1月から記念ライブでまだ安い価格でやってますね。18歳でやって、うん、で8月に1回それは終わったんですよ、うん、で10月からこの第1回トーク&ピアノリサイタル in Japan というシリーズを年3回、うん、ずっとやらさせていただく、この会場でやらさせていただきますので、うんうん、イタリアの国際コンクールで総合5位になった腕前もご披露させていただきますの で、はいはい、でどんどん上がってるトークの腕前もすいません、ね、プラプラ喋って、いやいやもっと喋んないといけませんよ。だって一人でやって一人で喋るんだからもっと喋るんですよ。そうだよ、そうです、うん、ね、しかも関西出身ということでね、笑いあり涙あり涙ないか、涙は、あ、涙あります、涙あるって、涙は演奏を聞いて、うん、あまりの迫力にもう怖くて泣いちゃう、ビビってしまう、あ、ビビってビビっちゃう、そうです、そうです、ね、感動しての涙じゃない、そう、ね、でも自分ではビビってしまうちょっと冗談で乗りツッコミみたいな関西人なんで、はい、ね、ダメだよ、ツッコんであげないと、そうだね、うん、じゃあ私は今ツッコまれたんだって今だから、そうです、ね、ダメじゃん、じゃあダメじゃん、私今ツッコまれたから、うん、ツッコんで自分でフォローしてね、うん、ね、フォローさ、自分でフォローしてんだもんうん、ツッコミ返さなきゃダメなの、そうだよ、フォローもしていただきましたけどねえ、はい、フォローだって、はい、そうです、はい、そういうことで、北さん、またまた、北さん、来て、はい、また来てください、はい、はい、また、もうすいません、毎回お邪魔して、毎回、いや、大丈夫ですよ、毎回宣伝しに来てくださいようん、あの、これから月1回になっちゃうかもしれない、かもじゃないや、月1回になっちゃうので、あ、そうなんですか、はい、あの、あらかじめ連絡くれてね、僕この日出たいからこの日にしてって言って、うちらが都合よければその日にやるしね、うん、あ、そうなん、もうね、そうそうそう、毎月レギュラーゲストみたいに出たいですね、はい、ぜひいいですか、はい、そしたらそういう方がこうね、まあ、ライブのお客さんここにも連れてきてくれればいいです、あ、そうです、うん、ね、で終わった後にこのキーボードじゃ弾きにくいかもしれないけど、うんうんうん、こういうそういうちょっとファンサービスをちょっとさせていただいて、で、あのね、実は今月からなんだけど、あの、ここもね、うん、お店の携帯が変わったので、今までは、うん、会社携帯じゃなかったので、うん、自由にやらせてもらってたんですけど、一応ここで言っとこうね、あ、そうなの、あの、会社携帯になったので、うん、あの、お店としてチャージが発生するんですよ。そうなんです。で、1000円チャージが必ず発生して、うん、プラスワンドリンク以上頼んでくださいっていうシステムになりますので、うん、ね、見に来てくださる方ではそれをよろしくお願いしますっていうのと、はい、あとはまあほら演奏があるときはまたミュージックチャージをもしかしたらね、北くんの、うん、まあ、交通費のためにいやいや、ね、関西からこっちに来るための交通費もバカにならないので、もうでも、ね、うん、来年になったら東京引っ越すんです、うん、そっか、じゃあ帰るための交通費もバカにならないの で、ミュージックチャージってことになる、ママとパパに会いに行くためだね、そう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 、交通費ね、はい、そのために北くんのファンも来てくだされば、はい、北くんの交通費になりますのでよろしくお願いします、はい、番組終了は ね、ファンサービスで、そう、演奏する、うん、ね、面白いことを演奏します、あの、帽子をここに置いとくのでここにこうお金入れてあげてねみたいなねそれがミュージックチャージ会みたいなね、うん、それもいいんじゃない、はい、うん、そういうこともあると思いますのでよろしくお願いします、ね、働いてできますしね、はいはい、じゃあ毎月で出させていただけるならお願いします、はい、来ていただけるんだったら、はい、ぜひ、ぜひ、スケジュール調整ですね、はい、ということで、はい、今週のゲスト北くんでした、ありがとうございました、11月18日はぜひ足を運んでくださいね、はい、来てください、はい、もう一人いるんですね、バイバイ、うん、もう一人いるんですね、すごい言い方がもう一人、あの、はい、実はですね、あの、まあ、レギュラーだよね、レギュラーのようにゲストのようなうレギュラーのようなみたいな、うん、もう天むすに入りたいっていうような、あの、もうね、お姉さまがちょっとここのところいろいろあって忙しくてね、はい、来れてなかったんですが、うんうんうん、今日はまた久しぶりに来ましたよ、みーちゃん、久しぶりです、まあまあ、可愛らしい、いつも可愛らしいみーちゃんです、今日も可愛らしい、ね、もう何歳だっけ、うん、27歳でしょ、そうなんだけどね、なんか最近、うん、若く
く見えるから本当の年を言った方が逆にみんなが驚いてくれるんじゃないかと見えるからって言っちゃったみたいな、うんうんうん、でも言わないんだけど、はいはい、今日はみーちゃんのコーナーがあるんだよ ね、あります。今日はですね、私の友達が、まあはい、タイにずっと行ってまして、まあ、日本の方に戻ってきて、タイ料理の、まあ、お教室を開いてるのと、まあ、タイ料理のレストラン、はい、っていうのをちょっとやってるので、はい、それを皆さんにご紹介しようかなと思ってやってきました。はい、はい、まずですね、場所なんですけれども、じゃあまず1枚目やって、これ場所わかんないよこの写真、いい、それを見ながらちょっと場所を言わせていただきます、はい、まずこれお店の入り口なんですけれども、専属カフェと言いまして、入るところないよね、違うか、うん、多分まあ看板を写していただいたのかなとね、うん、はい、専属か、うん、専属カフェといいまして、目黒線の専属駅から徒歩1分の場所にあるそうです。お、はい、で、まあ、ここはなんか NPO 法人で、こうなんですか、南房総と都内との地域交流の拠点として、たくさんの方々のご協力を得ながら進めているコミュニティカフェということで運営をしているそうです。うん、はい、じゃあちょっと2枚目行ってみましょう。でこれがまあお店の中らしいんですけれども、いきなり中入っちゃいましたね。はい、中ごめんなさいね、中入っちゃいましたね、はい、まあこんな感じでこうテーブルがあったり、うんうん、あの野菜ですね、これなんか房総の方で作った野菜を売ってるっていう、あの発音違う、房総、あ、房総、房総水房総なるほどなるほど、はい、でも房総って言うよね、うん、え、千葉の方言、そうっていうか、やっぱり千葉弁、あのね、イントネーションが、うん、例えば靴と靴の違い、うん、まああるけどね、うん、っていう感じで、箸と箸の違い、うん、そうそうそう、なんかそれがね、ちょっとやっぱり地方というか、なんかちょっと違うらしいんですけど、そうすると私またどこの出身って聞かれちゃうんだそう、で私なんかの方はなんか南房総みたいな言い方を、うん、南房総っていうね、房総、まあ、房総、まあ、南とか北がつくと、うん、房総になるけど、うん、房総半島だよね、うん、房総半島じゃない、じゃないんだよね、うん、そうなんだけど、なんでだろうね、そう、まあね、ずっとそこで育っちゃってるんでね、はい、まあそんな感じで、はい、っていう感じで中がこういう風になってます、はい、じゃあちょっと、ね、表から見ていただいた、あ、やっと入り口があった、そうですそうです、これがまあこれが入り口じゃんか、ガラス張りになってて、ちょっとなんか、うん、中がこう見える、ね、スケスケ感がね、感じですね、うん、はい、はい、でいよいよお料理の方なんですけれども、あ、お料理ですか、はい、お料理、もう一枚入り口差し上げますよ、じゃあもう一枚、ちょっとこれは夜あのお客さんが入ってる様子を撮ってます、なんか結構いっぱい、あれドラちゃんじゃない、違う、ここほらゆっこちゃんいるよね、そうそうそう、ゆっこちゃんいるよ違う違うからこのところにでっかい背中がドラちゃん、ね、結構こう人気のお店で、あ、ちなみにその彼女は火曜日にあのやってるんですけど、まあ、エスニックとキッシュとランチをご用意してて、夜も営業しているそうです、夜は19時から、火曜日の19時からになります、火曜日か、火曜日なんですよ、お料理ですか、はい、いいですか、じゃあお料理行ってみましょうか、はい、まあタイ料理ということで皆さんご存知のものも多いと思うんですけど、まず今見ていただいてるのがこれナムウンセン、発音どうなるの、ナムウンセン、なんかな、何温泉な, なんかちょっと私もよくわかんないけど、ナム温泉と聞いてきたんですけど、これはカレーなのにナム温泉っていうんですか、カレーじゃないんだね、カレーじゃない、もしかしたらあのだよね、きっと、うん、後でカレーが出てくるから、多分カレーの、 あの辛いと辛いスパイシーな味が入ってないのかな、スープなのかもね、ココナッツ風味の、なるほど、うん、ちょっとね私もまだは、まあね、いただいてないので、ナム温泉っていうのは何なのかはちょっと、うん、そう、おいおいね、うん、そうですね、みーちゃんはまだ取材してくるかもしれない、今度食べに、ちょっと日程がかぶってしまったので、はい、食べには行ってないんですけれども、はい、そうなんですよ、なので皆さんもちょっと写真でね、ご満足いただければなって思ってるんですけど、一応まあ、ナムウンセンっていうそうです、はい、で、次が、これがあれって書いてる、そう、あの、お野菜とかね、いろいろなものにこうつけていただいて食べるタレで、ナンプラーとか、タイの唐辛子入りの酢だから辛い酢なんでしょうね、唐辛子入りの酢、あとまあ乾燥唐辛子とちょっと甘みを出すためにグラニューとが入ってるタレだそうです、うん、まあ何かこういろいろこう野菜だったりとか、それこそ何とかにつけて食べたりとかも、なんかエビが浮かんでるからエビつけて食べてるのかな、こ
これは時たまきっとエビを入れて、まあエビはエビで、時たまたまたま違うんだ、時たまっていうとなんか、あ、そうか、めったに入れてないからいいかなっちゃいますよね。いや、たまたま入ってるってことですか、それとも、エビを食べようと思った時にこれエビがこんな感じで入るんだよって話。いや、もともと入ってる。そうで、これなんかシナモンスティックかなのかな、なんかね、そうですね、そんな感じですよね。これまあ実際また出汁なんじゃないですか。だからタレだからね。出汁、だからエビの出汁っていうか。だからもしかしたら食べて食べられなくはないだろうけどっていうところですよね。ちょっともう味はどうよみたいなね。ね。そうですか。ですね。じゃあ次いきますか。はい。で次が、オードブルですね。はい。はい、でこのやつはまあいろんなものを、まあ、ビールを飲むときですとかね、ちょっとおつまみ感じで食べていただければなっていう、そんな感じのものになってます。なのでいろいろ載ってるのでね、美味しく食べられそうですよね。はい、じゃあでこれはもう皆さんご存知の、知らない、トムヤムクン、あ、トムヤムクン、トムカーバイってなってるよ。ね、ちょっと今あれが違ってたので、順番が違ってたので上に上がらせていただきました。これ21だよ。あ、ごめん、こっちだ。そうだ、トムヤンクってだってこんな色じゃないよ。あっちだね、トムヤンク。ごめんなさい、絵を見ながら説明してるので。さっきのタレじゃないじゃん、これね。すいません、戻るね。はい、戻ります。これトムヤンクですね。私がタレって言っちゃったから、そうだ、これですね。失礼、私もうちょっと順番を。しかも、もう一つ戻っていい？はい。これ、グリーンカレーって書いてあるよね。順番逆？ほら本当だ、ごめんなさい。普通にカレーですね、これ。これはカレーですね、当たりでしたね。はい、私が食べてないから全然分かってない。もう一度説明します。ここに戻ろうか。うん、はい、これがトムカーガイ。トムカーガイ、なんでしょうね、トムカーガイ。わかんない。ちょっと食べてみたいかな。ね、これはちょっと取材してもらいたい。ね、ちょっと私も味がよくわからないですね。はい、はい、はい、で次が23番、トムカーガイガケライス。あ、まあご飯にかけてあるトムカーガイっていう感じですね。でもトムカーガイが何だかわかんないから、何だかわかんない感じだね。そうですね、何だかわかんない、ね、ご飯、わかんないものがね。はい、これはで、いきます。で、それは7番がナムウンセだね。順番がちょっと違っ、はい、違っちゃいましたね、すいません。もう一つ、はい、いきますか。これがきれいでしたね。はい、それがタレだそうです。あ、なるほど、なるほど、はい、このなんかあのなんかつけるためのね、いろんなね、辛いものがいろいろあってっていう、タイの唐辛子入りの酸っぱいものもあってっていうところですね。トラブった後にさ、写真の順番が変わっちゃったからね、申し訳ないね。すいません、失礼しました、私のせいです。そう、なのでもしね、近くにいた方、ぜひぜひ足を運んでみてください。はい、ということで、みーちゃんのコーナーでした。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。で、次回はどこに行くのでしょうね。ね、いろいろ行きたいですね。美味しいもの食べに。ただほら、来週、再来週は番組がないので。そうですね。よかったら動画を撮って、ね、渡してくれるなら。ね、食べてきました。みたいなね。かもしくは食べに行くよ、うん、あ、一緒に行こうか、みんなで。おごってあげるよって言ってくれたら行くんだけど、私今さ、ちょっと本当に仕事探さないとね、まずね。じゃあうちらで2人で行こうか。あ、それでもいいけど、おごってくれる。私が安いのでよければ。はい、まあそういう感じで、はい、じゃあ、そうだね、はい、次回はもっともっと面白いあの食べ物をね、行きたいですね。行きましょうね。もっと面白いっていうよりは、まずここの今何だったかわからないもの。あ、うん、食べたってよ。来週はそうだ、火曜日はほらここお休みっていうか、そう、ね、来週再来週はお休みなので、うん、そうすると火曜日はちょうど行けるんですよ。食べてきてよ。行きましょうよ。味見してきてよ。これは何だったか。辛いの好きでしょ。辛いのは好きなんですが。あ、一緒に行ってくれそう。左行きましょうか。ほら、一緒に行ってくれるって。やったー、ラッキー。3人だって。やったー、いってらっしゃい。食べられるものあるかな。あるある、大丈夫。なんか、ゆこちゃん、じゃあ私カメラ回しに行こっか。あ、いいね、そういう人待ってたんだよ、ね、自分カメラ回し。カメラマン待ってた。みんなが食べ終わった後に残ってたら私が食べる、無料で。なんだそれ。あれ、コスヒですね、違うから。うん、はい、という感じで、はい、ぜひぜひね、あのみーちゃんのコーナーでした。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあこの後このままいっちゃう。はい、この
ゃあ、なんか告知がありましたら、テムスさん、ね、あ、テムスさんって教えてんの、はい、あなたはテムスさんじゃないのね。はい、私もテムスです。まあ一応告知といいますかね、はい、私事ではありますが、私事でもないんだけど、はい、12月といえば忘年会シーズンですね、まずね、一つは、はい、そうですね、あと、あの私のお誕生日があります、12月5日におめでとうございます。はい、5日になるんですが、はい、まあ第1、第2の火曜日した時に12月4日が火曜日なんですよ。ということで12月の4日に、うん、まあ12月の人のお誕生会をしよう。自分の誕生日会言いづらい。そう、だって私の誕生会じゃ誰も来てくれないから12月の誕生日の人の誕生会やろう。そう。だからさ、一応本当はでもドラムちゃんの誕生日会っていうことでやりたいわけですよ。ね、ゆうこちゃんお客さん呼んでくれれば。え、そうだそうだ。で、まあ一応そういうことで、はい、まあ。でも忘年会シーズンでもありますので、はい、まあ、一応これからね、うん、ここで番組を持ってる方にお声掛けをして、はい、都合の良い方は当日、まあ、生放送で一緒に何かやっていただきましょうという部分と、はい、あと12月お誕生日の方来ていただいたらお店の方からのサービスでワンドリンク、何かちょっと変わったもの、わかんないけどシャンパンかもしれないし、なんかカクテルかもしれない、オリジナルカクテルかもしれないんですけれども、出していただけるというお約束をさっきオーナーからいただきました、はい、でプラス、まあ、飲み放題、飲み放題、食べ物は、まあ、パーティーメニューなんですけれども、まあ、結構いつも食べきれないぐらい出てくるんですね。あと私はケーキを作ってこようと思います。ー、まあ、ケーキはちょっと量が少ないと思うので先着というか、まあ、誕生日の人優先で先着何人かになると思うんですけれども、っていうのもありまして、はい、会費5000円でやりますの で、うん、でその日は多分その番組横つながりで来る方とか、まあ、さっきの北君とかもこっちにいたらね、なんか演奏して聞かせてもらえるかもしれないので、ね、はい、いらっしゃったらね、うん、はい、そういうこともありますので、まあ、さら北君の場合はね、別でね、こうほらこう帽子を置いとくのでミュージックチャージをちゃんとこう、ね、みんなで500円ずつとか1000円ずつとか入れてあげてください。もし来たらね、そうそうそう、来れたら、うん、来れたら、うん、で、あと、はい、他の人たちはまあ普通にまあね、お祝いっていうのと番組の番宣っていう部分も含めてやりますので、うん、まあ、ちゃんとチャージはお互いに払いましょう。そう、お互いに自分たちの飲み口は自分たちで払うみたいな感じになると思うんですけどね、はい、よろしかったらいらしてください。今多分ここでコージーさんが俺聞いてないとか言いながら聞いてると思うので、ね、よろしくお願いしますよ。キーボードを2人でね、プロとセミプロで弾いていただくっていうのも面白いかもしれないですね。なんかね、連弾も、あ、連弾ね、そうそう、はい、したらそこで中川くんがギターで入ったりとかね、横ちゃんがパーカッション入ったりとか面白い ね、 ね、で私はきっとそれを聞きながら酒飲んでるだけだと思うんですけどね、よろしかったらいらしてください。ね、はい、あとは12月といえば、私たち20日に最後の、はい、あ、ね、本ちゃんですね、本ちゃん本番収録のライブがありますので、うん、その時に誰かいらしてくれないと、こうカメラがパンした時に天むすの客いねえじゃんってことになりますのでそれが一番怖いんだよ ね、 ね、なのでよろしかったら本当に、ね、もう12月はね、私作ろうかなと思う、天むすってそれ持っててみたいな、持ってるよそしたらよくさ、あるじゃん、のど自慢とかね、あの天むすのファン来てるよみたいなさ、ファンとか応援だね、応援だ ね、 なるでね、そう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 、パフパフどんどんぐらいの勢いで、ね、パフどんどんね、まあ、なんかさ、本当に収録としては今までにもやってる映像も使う可能性あるんですけれども、うん、一応本収録が問題なければそれがそのまま使われますので、うんうん、本来こうテレビに映り込みたい方は12月の20日でしたっけね、うん、来ていただくと一番いいです ね、 ね、横断幕とか作って来ていただけると本当嬉しいよね。私の中ではウルコンとかね、ウルコンファイとか、うん、シナリーさんとか来ていただいて、うちわとかね、自分たちのうちわとうちらのなんか応援の横断幕かなんかとか、なんかこう紙でも何でもいいんだけどやってくれるとちょっと嬉しいかなとかね、うん、そうですね、思いますので、うん、ぜひぜひ何かね、宣伝したい人は自分たちの宣伝もこう片手に持ち、テームスっていうのも片手に持ち、そうそう、テームスって言って下になんかさ、自分たちのさ宣伝を、宣伝をどうする、これでさ、うちらのところプライムとか来てたプライムさんね、テームスの応援プライムとかってそうそう、いや、そしたらうちらは逆でさ、プライムの応援
天むすって書いてあったけど、そうだね、でもお互いに応援すればいい ね、 ね、なんだこれやってみてると思うかもしれないけどね、まあ、まあ、ね、はい、今多分プライムさんが唖然としてる、あ、見てたらね、見てたらね、うん、まあそんな、はい、すいません、まあ、と思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします、はい、その、渋谷でやるんですけれども、テレビの収録ライブは、はい、2500円のチケット代で、はい、当日でも金額同じなので、うん、当日時間がぽっかり空いた人はぜひぜひいらしてください。でドリンクは別オーダーで500円です、はい、よろしくお願いします、はい、うちらの出演は8時半頃です。はい、はい、あとは何かありますか。12月はあんまりないですねはい、はい、1月は何かあるんですか。クラウンのライブがあります。でもそれはおいおいと、まだ宣伝を告知をさせていただこうと思います。はい。あとはね、さっきね、ちょろっと流した、あと冒頭で流したんですけどね、2回目の冒頭で。はい。あの、テンドスのプロモーションビデオをプロに作っていただきました。どうでしたか、私が顔引きつってたでしょ。ゆうこちゃんはいつものにこやかな笑顔だったけどね。どうしたんですか。で私の中では笑ってるつもりだったんだけど、あんまり笑ってないんじゃないですかね。そうだね。性格は真面目だから。いやいや、そうでもない。もう笑う練習しましょう。せっかくね、こういうテムズダイヤビーツっていう番組があるんだから、うん、もう毎回毎回もうニコ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 笑ってれば。でも飲んでるシーンは私すごく笑ってるんじゃないですか。ちょっとこう間に挟まってる飲んでるシーンはもうね、すごい大笑いしてるぐらいのにこやかな顔なんだ。やっぱそういう飲んでないとダメなんだ。であの時も飲んでないんだけど、だからやっぱりね、シーンによって違っちゃうんだよね、きっとね、はい、難しいね、うん、難しいね、そこを乗り越えないとダメなんですね、はい、まあ、芸人だったらね、そう 芸人というか、まあね、芸能界を目指す人はもうそこの笑顔が一番、そう、ね、うん、はい、分かりました。あとは何かないですか、はい、大丈夫です。じゃあ次の放送は12月の、まあ、生放送ですね、12月の4日になります、はい、ぜひあの暇がありましたらいらしてください。その日は会費5000円の飲み放題、食事は結構お腹がいっぱいになるぐらい出ます、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあまた4日の日会いましょう。バイバイキン。あ、その前にあと来週再来週は総集編とかなんか作って流すと思うんで、はい、暇があったら見てください。はい、じゃあねー、バイバイ。私は止めなきゃと思わない。